ともちゃん入るよ。電話中ごめんね。ご機嫌だな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。さて今回はハートがない。友達マークがいっぱいあるな。喧嘩じゃないよね。あー喧嘩だ。喧嘩じゃない人は喧嘩だね。え、みんな喧嘩？マジで？え、マジで？じゃあとりあえず二組落ち着かせようか。落ち着かせましょうか。ほらほら落ち着いて。ライチちゃんね。落ち着こう、仲直りしよう。それじゃあアイスでも食べて落ち着いてください。ちょっと寒いかもしれんけど。どうすか。お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてきようと思います。あ、好物1位になったやん。やったね。さあどうだ。なんか後ろから見たらあれやね、ライチちゃんもアイスクリームみたいな感じじゃない。なんか色味とかさ、ミントアイスの上にいちごアイスが乗っとる感じじゃない。こちらこそごめんなさい。かわいいな。お、よかったよかった。ストレートに。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。たまに思いも出してストレス解消します。それ大事よね。防音とかになっとんならとりあえず叫んでみるといいと思う。あ、ストレス解消、まあ、これは声ではないけど一応ねパンチして解消するのも良きかと。はい、そして京子ちゃんはじゃあリロー君と喧嘩したってことかな。また別とかじゃないよね。はい。あー、やっぱり良かった良かった。もう一組おるわけじゃなくて良かった。仲直りしよう。このイライラも沈めてください。はい、それじゃあガムでも噛んだら落ち着くかと思います。はい、どう。あ、ダメ、マジでダメだった。何がいいかな。柿、渋い。いただきます。はい、どうぞ。どうすか。お、まあまあか。まあまあじゃダメだね。じゃあリロー君の方行こうかな。はい、リロー君の方に行って。いや、お金持ちのお坊ちゃまって感じの家に住んでるね。どうもどうもどうも。はい、クッキーでも食べて。いただきます。はい、どうぞ。どうすか。結構美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。京子ちゃんの方はね、ちょっとなかなか落ち着いてくれんかったけん大変かもしれんけど、リロー君頑張って。頑張って仲直りして。この間はごめんなさい。許してあげて。さっきまあまあ美味しい。ああダメ。マジか、やっぱり怒りは深かった。まあ、そのうちきっと時間が解決してくれると思われる。ダメでした。思われる。うん、そういうこともあるよ。しょうがないさ。さあ、それじゃあ、あとはもう、もやもやと遊びたい。はい、それじゃあ、アイナちゃん、そんなところにいたらケーキが溶けるよ。頭のケーキが溶けるよ。久しぶりですね。お久しぶりです。どこに行ってたんですか？特にどこにも行ってないけど。嬉しい時に使う言葉を教えてください。お、アイナちゃん、嬉しい時の言葉。アイナちゃん、嬉しい時の言葉。アイナちゃん、アイナちゃん。
嬉しい時こううわーい音符はいどうぞいいですか OK いいよはいわかりましたたまに大声も出してストレス解消しますえこのマンションもうなんかあれやね防音仕様にした方がいいよみんなめっちゃ大声出すっぽいけんはいクッキーどうぞいただきますはいはいてかみんなそんなにストレス溜まってるのね何でストレスが溜まってるのまあまあ美味しかったよかったよかったはいそれじゃあともちゃん入るよ電話中ごめんねご機嫌だなおくしゃみはい来た手伝いますくしゃみ鼻で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょうスタートさあ来いともちゃんなんかまるで最初からこの髪色だったかのようにすごい自然に似合っとるよねよきあこれはあ収まらないで収まりました収まってしまったくそなんか微妙な気分ですですよね私も微妙です気の間に可愛いって投げたボールも取ってきてくれるんですよそうそういうのすごい可愛いと思うんやけどでも犬なんか一回さそのおもちゃで遊びこっち発信でこう遊び始めたらずっと延々と持ってくるやんもうそろそろいいんじゃないかなみたいなタイミングになっても持ってこられるけんね猫はなんか一人で遊んでくれるけん楽なイメージがある何かしらで遊びよるよね必ず常に楽しそうやなって思って見るのが楽しいはいそしてゼロさん入りますゼロさんはいつになったら家に帰るんですかねはるちゃんとの新居に。お久しぶりです。くしゃみまでそうで出ません。お、マジでちょ、リベンジリベンジ。さあ来い。ともちゃんのリベンジをちょっと、ゼロさんで果たす。どうだどうだ。おっしゃ、やったね。やったね。別の人ではあるけど、やったね。ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。お、レベルアップー。じゃあ、道具で、何がいいかな？ルームランナー。はい、どうぞ。道具、ルームランナーをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。いつまでも春代と友達でいたいですいやずっと楽しく過ごせる友人というのは大事最高に楽しいいいねだって今でもさ私小学校とか中学校の頃の友達ってなんか会って話したらまるで昨日までも一緒におって明日からも一緒におるかのようになんかねあの頃の続きみたいな感じで話せるけん超楽しいもんはい傭兵さん入りますで、そこからまたね、数ヶ月会わんかったりとか、不思議よね。お久しぶりです。新しい服が欲しいです。カジュアル系か。え、でも部屋にはカジュアル合わないと思うんだけど。まあでもカジュアルがいいって言うけんね。しょうがない、しょうがない。どういう感じ？カジュアル。あ、これでいいんじゃない？え、持っとるやん。半袖シャツ。これは爽やかで若々しいイメージ。シャツはズボンにインしないのが正解。インするのはちょっと嫌よね。学校とかやったらちょっとさせられたりとかするんやけどあでも学校の制服はインした方がいい出してたらなんかやぼったく見えるよねなんかダサいというか逆にこれにこれもあげますでもピシッと入れるもあれやけんゆるーく入れとる感じがいいと思う実用品お風呂セットをもらいましたありがとうあとスーツでシャツ出してる人とかものすごくかっこ悪いけんやめた方がいいと思うなんかねえだらんとしとるようにしか見えんもんね、あれ。はい、それじゃあ、グミでもどうぞ。いただきます。ほいほい。
どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。やっぱちゃんとした服はちゃんとこなすのが一番。ちゃんと着こなすのが一番。はい、ということで、そろそろみんなに募金を募りたいと思います。さあみんなじゃんじゃん入れてって。まなりさんはやっぱりあれかな。彼女さん以外の前では外さないんだろうか。お面を。ずっとあの状態なんやけど、一回外してくれたと思ったのに。はい、今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、今回もまた、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、聞いていきたいと思います。今回も前回に引き続いてソロの曲。ソロの曲で今回は、はい、はるちゃん。はい、今回ははるちゃんでロックの曲、ザ・ライバル。これ、あさぽんさんが送ってきてくれた歌です。このね、コロッケに見える帽子を、かぶせての歌。ベリーフライ、ライバルドルドル。丈夫な服を、大丈夫コロッケ。いいねいいね。エビフライかコロッケか、どっち派が多いんかな。でもどっちも美味しいんよね。普通に美味しい。エビフライってなんかあんまり食べる機会がない。どっちかといえば食べることが多いな、コロッケなんやけど、どっちが好きかって言われたら、わからん。わからんけど、エビフライかな。最終的に。はい、それじゃあメインニュース見ていこう。4時になりました。メインニュースをお伝えします。お願いします。本日お、マオさん誕生日おめでたい。やったね。あゆなしのホテルで開かれたさっちゃんに引き続き今回はノーさんの誕生日。ほいほい。ハッピーバースデーツーユー。いいねいいね。ハッピーバースデーツーユー。やばいね、なんか大集合やん。超大集合やん。そしてやっぱりみんなめっちゃ似てるな。似すぎじゃねってぐらい似てるな。さすが家族だわ。マジのミーに聞きました。ほいほい。みんなに祝ってもらえてよかったですね。ね。生まれてきてくれてありがとう。いいね。はい。その言葉はめちゃくちゃ嬉しいやつやな。動画を伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ。ハートの一つぐらい出てくれてもよろしいのよ。全然よろしいのよ。出ないな。はい、それじゃあ、くまちゃん、入ります。ワノスムーン。楽しそうね。新しい服が欲しいです。ほいほい。衣替え？まだ衣替えには早いけど。それじゃあ、街乗りの服。蝶ネクタイ、半ズボン。ラージ T シャツ、ラージ T シャツで。はい、どうぞ。今とは全然雰囲気違うけど。どうすか？なんか色ぼやけとるね。ちょっと髪の毛と近すぎたかな、色が。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。そっちの世界の俺も俺みたいな感じでしょうか。見たことないけどどうだろうね。似せて作ったんじゃないかな、ミーは。はい、カップラーメンでもどうぞ。いただきます。ほいほい。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、最近結構恋愛系のこと多かったけどね、そろそろみんなちょっと落ち着いてきた感じかな。